名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの8回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますので、ね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはドラゴンズの先発梅津が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さあ、シーズンホームラン記録を更新することはできるでしょうか。やはりね、ここまで来たらタイ記録で終わりたくないっていうのはありますから、はい、打ちたい気持ちは大きいと思いますね。そうですよね。さあ、ぜひ大記録を打ち立ててほしいところ。わずかに右に切れました。ファールボール。ファウルになります。ボールになります。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー三塁です。ここはバッターが待ち構えていました。うまく打ち返されています。いやー、ちょっと慎重になりすぎてましたよね。さあ、ドラゴンズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので、配球には注意が必要ですね。はい。さあ、ここはしっかり抑えたいところ。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。うん、そうですね。打ちました。伸びていく。どうだ。ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。3球目打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。滑り込んだ。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあ、もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターボックスには3番バース。昨日のゲームはホームラン3本を含む5安打の大活躍でした。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。センターへ抜ける。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番掛布。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。このところ状態はいいようですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち。変化球から入ってきましたね。はい。まあ、次は外を攻めて引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。打ちました。ボテボテ。取った。二塁送球。二塁アウト。打席には5番バッターオマリー。昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。タイガースこの回先制しています。初球わずかに外れてボール。ボール先行。ランナー動いてくるか。引っ張った。高いバウンド。ファーストゴロ。ファーストを取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース犠牲フライで先に点を取りました。1対0。タイガース先制です。4番
バッターボックスには4番ビシエド。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いて初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、亀山掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回になります。タイガースの攻撃、打順は6番松永。さてドラゴンズの先発は梅津、昨シーズンは4勝を挙げています。前回の登板は自責点10、負けがついています。高めの変化球から入りました。さてバッターの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか？ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。なるほど、そうですか。3球目見送っています。ボール、外を狙っていきました。2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。梅津抑えてワンアウト。バッターは7番に入っている日戸。昨日のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、ショート取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。素晴らしいプレーが飛び出しました。ご覧いただきましょう。ここで素晴らしいプレーが飛び出しました。いや本当に堅い守りでしたね。バッターボックス和田、昨日はホームランを含む4安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあ打席には先発の大谷が入ります。まあ早いうちから点差があると自分自身が楽になりますしね、ぜひ点を取っておきたい場面ですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、ヒットになった。ドラゴンズさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあこの打席でシーズンホームラン記録の更新はなるのでしょうか。まあ力が入ってしまうでしょうけど、できればリラックスして臨みたいところですね。そうですね。さあ注目の打席が続きます。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。バッターのキース、今シーズン得点圏での打率は6割9分1厘となっています。2球目は何で来るか、打った、高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ここで一発を浴びてしまいました。その際4点大きくリードされました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターボックスは2番亀山、先ほどの打席で先制となる犠牲フライを放っています。引っ張った、取りました、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。4対0、タイガースのリード広がっています。8番バッターはキャッチャー岡田、ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制、セーフ、アウトコース見送ってストライクです。スピードボールを持っています。インコースに持っていきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、3アウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。
2回終わって4対0タイガースがリードしています。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし、引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。4番バッター掛布、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。梅津、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球大きく外れています。打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。5対0、相手主砲の一振りでした。その差一気に5点と突き放されました。どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていかれました。そうですね、最後の最後で伸びていきましたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターのオマリー、ここ5試合で打率は9割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。2アウトです。バッターボックス松永、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。アウトコースボール、打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。打った、右中間に強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン100本目のヒット。2アウトランナー二塁、打った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。6対0タイガースのリード広がっています。バッターボックス強打、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。一塁はセーフ、ファウルになります。もう一球牽制球、セーフ、ここもファウルです。これもファウル、しつこく牽制を入れます。一塁はセーフ、打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、ドラゴンズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁、3番バッターアルモンテ、まあ、大量ビハインドですけど、まだ序盤ですからコツコツ返していけばまだまだ分かりませんよ。さあ序盤から離された格好ですが、徐々に返していきたいところ。緩いボール決まっています、膝元、ワンボールツーストライクです。見逃し、このチャンスで手が出ませんでした、三振です。これで5個目の三振を奪われました。バッターボックスは4番ビシエド、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はパワヤという打球でしたよね、まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね、期待しましょう。2アウトランナー1塁2塁です。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。ここはランナー返せません、3アウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって6対0タイガース大量リードしています。さあ今度はバッティング、大谷が打席に入ります。いや、先ほどのヒットはさすがでしたね。はい、引っ張った、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。まず大きく外れてボールになりました。これが2球目、危ない球です。ボール先行です。3球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順は2番亀山。初球は何で来るか。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ、得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいい。ファウルになります。打ちました。ライト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、8対0。ドラゴンズここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。左バッターが続く場面でコールされたのは木下。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。9対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。打たれてしまいましたね。打ちました。ボールを拾って一塁送球。これで4試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。初球打ち、ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは6番松永。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目。打ちました。いい打球だ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打席には7番バッター木戸。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。さあ2球目は何か。打ちました。これは大きい。伸びていく。これは破っていきそうだ。レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。見送ってまずはストライクです。バッターボックスの和田、今シーズンの得点圏打率は6割8分5厘となっています。打ちました。センターライナー掴んで、これで2アウトです。さあバッターボックスには先発の大谷が入っています。まあこの辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。打った。伸びていく。どうだどうだ、スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。あと残りがツーベースですからまだ狙っていけますよ。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。高め大きく外れました。打ちました。いい当たりだ。
右中間に強い打球、ライトセンターバックバックバック入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。このホームランでシーズン最多打点記録に並びました。ドラゴンズ追加点を許します。15対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度は初球打ち、ライト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたい。ドラゴンズピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは福。さあ、マウンドを任されたのは福。今シーズン17試合目の登板です。連日の登板となりました。この打球は、これは一塁側のスタンドに入ります。これはセカンド堂上取って、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。打順は7番堂上、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。スライダー外れます。高めの球ストライクになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックス岡田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。小宮山さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。打った堂上抑えてワンアウト。5番バッターオマリー、今日はまだ当たりがありません。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さて、今日のドラゴンズの先発は打ち込まれて交代した梅津。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。まず何を投げてくるか。しっかり捉えた、レフト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには7番木戸。さっきツーベースを放っていますからね。ここは警戒しているでしょうね。そうですね。これも初球打ち、福田抑えてスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガース。バッターボックスは3番アルモンテ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インハイ決まります。ノーボールツーストライクです。さあ、外してくるのか。ファウルになります。またファウル、アウトコース外れます。三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、先制のランナーを置いて2番バッター亀山、きっちり犠牲フライ、ドラゴンズ先制を許します。
2回の攻撃、2アウト1塁3塁で1番キース、2球目を捉えました。ドラゴンズ3点を追加されます。3回の表、ワンアウトランナーなしから4番掛布、2球目しっかりと捉えました。ドラゴンズ1点を追加されます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチング。これはデッドボールということになります。もろにバッターにボールを当ててしまいました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ここでタイガースダイソーを送ります。糸原がファーストランナーに入ります。バッターは今日の先発ピッチャー大谷。今日はここまで猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミング合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。デッドボールのランナーが出ています。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打った、ライトに大きな打球。このフライはヒットになりそうだ。ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ノーボールツーストライク。引っ張った、サードゴロです。サード取った、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターは2番亀山。先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。これは見送ってボール。打ちました、大きな打球になった。ライト下がっていく、入りました、ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスバース。これはライト下がっていく、下がっていく、ライトポール際惜しくも切れてファウルボール。あっという間に2ストライクです。ここはバッター少々のボール球を当てに行きますよ。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。さあ勝負してくるのか。打ち上げました、この打球はフライになっています。変化球に泳がされて2アウトとなっています。バッターは4番掛布。今日はホームランを放っています。2アウトになっています。ファウルです。ボールになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、そうですか。一二塁間、福田取って、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガーススリーランホームランで追加点を挙げています。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。ワンストライクです。大きく外れました。この打球は切れました、ファウルボールです。打ち上げた、浅いフライ、ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたがライト掴んでワンアウト。打席には6番バッター松永。まあここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。次が2球目。
さあ3球目は何か。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあマウンドに上がったのは佐藤、今シーズン4試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました、大きな打球になった、これはどうか、真ん真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ドラゴンズなおもピンチです。バッターはダイソーから起用されている糸原。バッター福田、一塁そのまま入ってアウト。さあ打席には先発の大谷が入ります。ここは気をつけたいですね。まあピッチャーでここまで警戒が必要な選手も珍しいですけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目は何で来るか。引っ張った、ヒットになった、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調、この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール球です。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。打席には8番バッター岡田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかった。打ちました、取った、一塁送球アウト、いいプレーが出ました。ファインプレー。さあ球数的にも多少きつくなってきたです。バッターボックスには代打の藤井、ワンアウトランナー三塁です。初球は何から入ってくるか。初球打ち、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。1点返しましたドラゴンズ、目の覚めるようなタイムリーヒット、ドラゴンズなおもチャンスです。打順はトップに帰って大島。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の藤川。初球から際どいコースをついてきます。これが2球目、それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ここは引っ張った、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。ツーアウトです。打席には2番バッター京田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファウルになります。アウトコースファウル、次が3球目、このチャンスの場面空振り三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。ドラゴン、これから8回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が5番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは藤島、今シーズン10試合目の登板です。3連投ということになります。一塁線、福田取ってワンアウト、バッターは3番バース、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。
右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、初球大きな変化球でまずは空振り。打った、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバー。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは5番オマリー。まず初球しっかりと見極めました。引っ張った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい、打順は6番松永。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重に行ってほしいですね。そうですね。インサイド決まっています。入れてきました。ノーボールツーストライクです。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。はい、ファウルになります。落ちる球できました。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。バッターは振ってくるカウントなんで、もう少しボール気味でも良かったと思いますね。はい、7番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。三遊間抜けていきます。これで5連打ワンアウトランナー一塁です。今日はダイソーで途中出場の糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る。これで6連打ワンアウトランナー二塁一塁。さあバッターは藤川、そのまま打席に入ります。続投ですか。どうなんでしょうかね、変えてもいいと思いますけど。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、バッターボックスには代打の真由美。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。これが1球目、まず変化球決まってワンストライク。打った、レフト下がっていく、下がっていく、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズもうこれ以上点はやれば。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは岡野。今日はバッティング絶好調。この打席でツーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずはボールから入りました。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン。スリーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター亀山。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。これが初球、
初球ボール高めに大きく外れています。ボール先行です。いい当たり、ライト下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。フォークが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい、打順は3番バース。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球打ち、これは大きい、伸びていく、どうか、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで10連打、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく。2球目打ちました。ここは打ち上げています。どの上が掴んで2アウト。バッターボックスオマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うん、打たれてしまいましたね。はい、2アウトになっています。バッターのオマリー、今シーズン得点圏での打率は6割5分7厘となっています。打ちました、強打、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いや、もう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。切りました、ファウルボールです。打ちました、セカンドが前に来る、セカンド取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは7番木戸、先ほどの打席でヒットを放っています。岡野、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、バック入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は8番糸原、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、ヒットになった、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の八木、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。バッターは八木、背番号3。これは大きい、フェンスダイレクト、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース追加点を挙げました。ドラゴンズさらにピンチが続きます。はい、バッターボックスには代打の新庄、初球から打っていった、これは大きいぞ、入った、ホームラン、新庄さらにダメ押しの一発、今シーズン第18号のツーランホームラン。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。2番バッター亀山、
まあ、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打席には3番バッターバース。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。引っ張った。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これが今日5本目のヒット。ツーアウトランナー三塁。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは祖父江。さあマウンドに上がったのは祖父江。今シーズン13試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。さあ初球は何か。これではバットが出ません。ストライクです。インサイド打った。サードの左抑えた。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。ご来場いただき